ということで本日はシャンパーニュ地方について解説を行っていきます。それでは早速いきましょう。まずはプロフィールから見ていきます。フランスの中でも最北のワイン生産地で、パリから北東約 140km の位置にあります。その位置や平坦地であることから、戦場になることが多い土地でもありました。シャンパーニュ地方はなだらかな丘陵が連続する土地です。特有の石灰質土壌のみならず、栽培地域の傾斜角度や南向き、東向きなどの方角、風の流れなどもテロワールの重要な要素となっています。北部に位置し、冷涼であるため、ブドウ栽培には厳しい条件なのです。しかし大西洋気候の影響で降雨量が安定し、季節ごとの温度変化が少ないという特徴と、大陸性気候の影響で夏には程よい日照をもたらします。この2つの気候の影響がテロワールの大きな特徴といえます。次にワインの歴史について見ていきます。紀元前にローマ帝国の領土の一部であったこの地域にワイン作りが伝来したと言われています。この時期はもちろん発泡性のワイン製造技術はないため、赤ワインが作られていました。フランスにワイン作りの技術が伝わったのが紀元前600年頃と言われていますので、フランスワインの歴史の中でも比較的初期から製造されていることになりますね。ちなみにフランスにワイン作りの技術を伝えたのは、一部のギリシャ人が南フランスのマルセイユに移り住み、その際にワイン作りの文化をもたらしたと言われています。9世紀頃にシャンパーニュ地方のワイン人気が高まり、特にランスのワインは王の戴冠式用のワインとして威厳を持っていました。戴冠式っていうのは王冠を頭にいただいて即位を告げる儀式のことですね。初期の頃からシャンパーニュはその味わいと繊細さが高く評価され、この地方を訪れる国王にはこのワインが捧げられていました。1680年頃に修道士であるドンペリニオンが泡を瓶に閉じ込める製法を確立させ、複数年のリザーブワインをアッサンブラージュする醸造法を生み出します。これがスパークリングワインの歴史の始まりと言われています。最初にスパークリングワインの製法を発明したのは修道士のドンペリニオンで、あの有名なシャンパンドンペリニオンの名前の由来もこの人物から来ているんですね。リザーブワインはいいブドウが収穫された年に作られた優れたブレンド用のワインのことです。さまざまなシャンパンのブレンドの基礎となりますので、リザーブワインをどれだけ確保できるかがシャンパン作りに大きな影響を与えます。寒い産地であるシャンパーニュはブドウの質を毎年安定させることが難しいとされています。そのため最新ヴィンテージのものに保管してあるリザーブワインを加えることで、毎年変わらない品質のシャンパーニュを製造することが可能になるんですね。アッサンブラージュはフランス語でブレンドを意味する言葉です。そのため最新ヴィンテージとリザーブワインをブレンドすることをアッサンブラージュと言います。このブレンドの比率がそれぞれのシャンパーニュの味わいを大きく左右すると言われています。余談ですが、ワインを勉強していると、このようによく意味のわからない言葉がたびたび登場します。それをわからないまま放置すると、ドツボにはまるので、自分がイメージできる抽象的な範囲のものでいいので、その言葉を理解できるまで調べ上げるのが学びのポイントだと思います。1728年、瓶詰めワインの輸送許可が出てから世界中で愛される存在となりました。ルイ15世により、それまでの流通のネックだった瓶での輸送の禁止が解かれたことで流通に弾みがつきます。最古のシャンパンハウスルイナールに続き、テタンジェ、モエシャンドン、ランソン、デュラモット、ブーブクリコ、ルイ・ロデレールなど現在まで続く名だたる老舗メゾンが登場したのもこの頃です。2015年、シャンパーニュの丘陵メゾンとカーブがユネスコの世界遺産に登録されています。メゾンとは醸造所のこと、カーブとは貯蔵庫のことです。世界遺産に登録されたのは3つの丘陵を中心とした14地点の丘、ブドウ畑、通り、メゾン、カーブなどです。
この世界遺産の範囲は5つの県にまたがる大変広いものになっています。シャンパーニュワインを生んだこの地方のブドウ栽培、ワイン製造の文化的景観の普遍的価値が登録理由と言われています。ブドウ品種はシャルドネ、ピノノワール、ムニエの3品種が基本で、実際に栽培されているブドウの 99% がこの3品種からの構成です。シャルドネは主な栽培地域をコートデブラン地区とコートドセザンヌ地区で、繊細で新鮮味のあるワインを生みます。ピノノワールは主な栽培地域をモンターニュドランス地区とコートデバール地区で、ワインにボディと骨格をもたらします。ムニエは主な栽培地域をバレドラマルヌ地区で、フルーティーでしなやかなワインを生みます。コートデブラン地区は気候は他のシャンパーヌ地方同様、大西洋の影響を受ける大陸性気候に属しています。年間平均気温は10度と冷涼です。ブドウが成熟する最低温度で、シャンパーニュの生産に不可欠な高い酸のあるブドウ作りを可能にさせています。世界一密度の高い石灰質土壌で、東斜面に連なる畑がブドウ栽培に適した素晴らしい条件を兼ね備えています。コートドセザンヌ地区はシャンパーニュ地方の中では南に位置しているため、比較的温暖な地域です。土壌は白亜紀後期の白亜質と粘土質の混成土壌で構成されています。モンターニュドランス地区は最も北に位置していますが、地形の特徴から豊富な日照量を得られるため、良質なブドウ栽培が可能となっています。この地域のグランクルから取れるピノノワールの品質が非常に高いことで有名です。コートデバール地区は以前はガメイが多く作られていた歴史もあります。土壌は他のシャンパーヌに多く見られる白亜紀のチョーク土壌ではなく、ジュラ紀のキンメリジャン土壌です。そのためシャルドネの栽培に適しそうですが、上質なものはピノノワールが有名です。バレドラマルヌ地区は石灰岩と泥灰岩、粘土質、砂質と多様な土壌から構成されています。褐色土壌もあり、適度な水はけの良さと保水性を持っています。谷が多く湿度が高いため、霜の害を受けやすいので、開花が遅くて収穫が早く、病害にも強いムニエが多く栽培されています。シャンパーニュ地方はこの3品種が有名ですが、実はもう4品種類認められている品種があるのです。シャンパーニュ地方の全栽培面積の 1% にも満たないものなので、かなりマニアックな内容として参考までにご紹介します。ピノグリ、ピノノワールと DNA が非常に似通った突然変異種で、シャンパーニュ地方における現在作付け面積は2ヘクタール程度です。フランス国内だとアルザス地方、また北イタリアで栽培が多い品種です。ちなみにヘクタールって単位あんまり馴染みないんですが、身近なもので東京ドームの大きさが 4.6 ヘクタールなので、かなり小規模なことがわかりますね。ピノブラン、ピノノワール種が突然変異したピノグリ種がさらに変異した白ブドウ品種と言われています。どんだけ変異するのって感じですが、緑がかった黄色い果皮、リンゴや柑橘類と白い花のアロマ、非常に柔らかい果実味が特徴です。プティメリエ、シャンパーニュ地方に存在する古代品種で、シャルドネの親品種と言われています。現在作付け面積は3から4ヘクタール程度です。アルバンナ、プティメリエ同様シャンパーニュ地方に古くから伝わる品種で、かつては南部を中心に栽培されていたが、現在はコートデバールを中心に1から2ヘクタール程度栽培されています。後半の動画ではシャンパーニュ地方の AOC とグランクリューについて解説を行っていきます。